こんにちは。劇作家の重信信です。演劇家の鈴井です。よろしくお願いします。お願いします。いますはい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、鎌倉殿のの十三に第三話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いますはい。はい。いや行きましょうか。え、どん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 こうはい。戦いそうにね。<laughs> うん。ね、<laughs> <戦>い,いや。いていきますよね。そう。騎、うん、兵は慎重にですか。なんか。 借り入れは慎重にみたいな、あれ。です <laughs>、ね、<laughs> はい、十一、はい、分のところですね。はい、えっと、頼朝さんと、はい、ええー、宗時さんの。ところですね。うん、すごく綺麗な交流でしたね。うん、で、あの、強い行動からやっぱりね、来ているね。うん、あの、いいお芝居だったと思います。う,ん、うーん。よかったっすね。うん、うん。で、えっ、ー、と、次が十。はい 3分のところはいましたよやっと出てきましたね牧の方うんはい時政さんのところですねはいあのまあねもう牧の方の宮沢りえさんの相手の懐に入っていくのが素晴らしいですねうんもう家の中心ですね支配してます支配してたねうん 産むを言わせないもんね、なんかね。そう。立てに出てるんだけど産むを言わせないって、本当とうまいね、これね。そうですね。立てながら、音立てながら、う操縦しているっていうね、まさしくっていうところでしたね。はい。で、次が22分のところですね。え、義時さんと時松さんがこう、野菜を生まれた のととこころろですね、うん、耐える、ね、なんかこうすごく強い行動ですよねあの、うん、行きたいけど行けない、うんえー、っていうでまあいろんなねあの関係だったり、ねうん、身分だったり、うんね、今までの人生ですよねが背景が当たるいい演技だったと思いましたね、うん、素晴らしかったですね。 そうなんかいやそうでですすねね複雑よなんか、うん、怒りはあるけどそれを表に出しては決していけないだったり、うん、諦めだったりとか,、うん、んかすごく出てますよね。そうあのね何て言うんだろうちょっとウキウキもありつつそこへ行く前のシーンと、うん、そこへ行って、うん、あそれに直面したところっていうの,の差がすごくいいですよね。ねうん、うん、はいで、はい 38分からなんですけども、もう、雅、はい、子さんと雅、はい、子さんよりともにね、骸骨を渡しながらの交流はね、やっぱり、ね、素晴らしいですし、強い相手にね、相手に強い強くねじ込む素晴らしい演技だったと思いました。うん、でその前もね、うん、素晴らしいしその <laughs> そうあの入りがやっぱりすごくいいですよね、拾ったむくろを持ってくる文学商人。なんかこう、ちょっと軽い、うん、笑いのシーンから入って、うん、シリアさんのところにぐっと入ってこむ、ね、ところはすごくうまいですよね、やっぱりあの緩和をすごくしてから緊張にバッと入っていくっていうところがその落差がすごく効いてるシーンですよね。そう そうなんでね,、うん、でねもう大泉さんとかね小池さんとかはめちゃくちゃやっぱうまいですどね、うん、うまいですねうまいす、ね、<laughs> うまいうん、うん、いやもう見事としか言いようがないシーンですよね,ね、うん、そうもここねあすごく長い時間を取って作ってるんですけどそう、うん、本当にあの舞台みたいな長さでやってますよね,ね、うん、そう なんだろうなそこに行くわけじゃなくてそのちゃんと相手を今使ってね、うん、で自分の何かに引っ掛けるからねこの二人は素晴らしいですよね。なんかこう、うん、決められたものに沿っていくんじゃなくてちょっとした変化をつかみつつ自分も変わって相手はそれで変わってっていう,<ー>こう変化がポン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 って生まれていくから。 それでやっぱりあの飽きずに見てられる、<ー>引きつけられるシーンになってますよね。素晴らしかったですあ。素晴らしいですね。いや、この分だとさ、結構もうそろそろ始まっちゃうよね、はい、ドンパチ。いや、そうですね。ね<え>うん、いや、そうですね。なんかこう、<ょ>あの木簡から、ねね、大体の人の数を。ねえ。 兵力はこれぐらいだから今やれば勝てるっていうところでしたねもうそろそろあの天才軍略家が出てくるんじゃないですかねいやそうですねいやいろんな源氏の人たちがやってくるんじゃないですか、ねううん、そうそうだよねうんいや楽しみですよ有名人たちが <laughs> 各地にね <laughs> 今は源氏の人たちが各地に潜んでるね鞍馬の山に潜んでたりとか そうだよね。山に潜んでたりとかね。あの弓をね、一生懸命こう、多分ね、人もいるでしょうよね。いやいや、いるでしょうね。出てくるかどうか分かんないけど。出てくるかどうか分かんないけどね。いや、出てくるんじゃない。いや、どうなんだろう。分かんないですね。それは。いやいや、そう。やっぱ、あれでしょうね。鎌倉と離れてるから、都と、あの、ね。 あの情報が伝わるのもね、手紙が2通届いたりとか、ね、ああ 1>, 1通目と2通目で全然違ったりっていうのあれもね、いや、面白いす、ねね。すごいよね。<う>今ねね、いつだって言って、ねうんだけど、その時には終わってるみたいなね。うん、勝てるぞっていうのから、全然だめだぞっていうのが届いたりとか、いや、すごいところですね。あと、夢枕ね、法 <laughs> 王様出てきたり、ね、あれすごかったですね。<laughs>

この振り幅がやっぱり面白いところですよね。ねねそう、軽妙さと知りやすさがね、うん、表裏一体になっているところがね。うん、<laughs> いや、いいですね。はい。というわけで、鎌倉殿の13人、第3話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、えー。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。